里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、前回は里崎智也くんを作りましたけど、はい、若干最初だったんで、はい、だらしない感じで。いやいや、でもね、決勝までこう県大会行ったんですから。まあね、僕は事実上は3回戦コールド負けですから。決勝まで行きました。こっちヒットも打ったし、はい、でも豪快な空振りもしましたねそうっていうでも今回は、はい、ピッチャー、はい、だからハーカー、いいですね、ハーカー、名前ハーカーで、外国人っぽい感じで、うん、ハーカーで作って、はい、やっぱりノルマは早めに彼女を作ろう。やっぱ彼女早めにいた方がなんかこう上がりやすいんですか。イベントとかも見たいですよね。まあ確かに、クリスマスとかも、はい、でその方が多分能力も上げやすいと思うんですよ、はい、でそうなった時に、はい、今回、うん、まず最初にやるのは、はい、小筆ちゃんの能力アップです。あ、だからイベントキャラを上げとくとこうなんか良くなりやすい。最初から仲良さがアップしたりとか練習効率上がったりとか、はい、するらしいんですよ。だそのやっぱイベントキャラとの、はい、のレベルアップも大事らしいんですよ。あ、なるほど。で一番最初はそのパワフル高校で、はい、で何もなく、はい、真っさらな状態からやったじゃないですか。全部レベル1でしたもんね、はあ、だからまず最初に今日は、はい、始める前に小筆ちゃんの能力アップ了解です、はあ、ちょっとやりましょう。はい、はあ、じゃあ、イベキャラで、はあ、強化ですね、はあ、この小筆ちゃん、その小筆ちゃんの能力を上げるとどうなるのかをちょっと確認してほしいんですけど、はい、その小筆ちゃんをちょっと長押ししてもらって、はい、でここ来るじゃないですか、はい、でこれをボーナスを見ていくとレベル1に上げると初期評価がまず10アップからスタート。もともと小筆ちゃんの場合は初期評価が10からってことですか。10からスタート、はい、でイベントボーナスが 20% アップ、うんうん、で体力回復も 20% アップっていう、いいキャラクターですね。でレベル5になっていくと、はい、もう初期評価が20から、おお、ね、どんどんこの15ってあげてくると、はい、15、怪我率もダウンするし、はい、20、25、で27、こんな30とか35までいくんですね。35いったら練習体力消費ダウン 20%。 おー、どんどん練習できるってことですね。そうそうそう、休む暇なく。レベル30で初期評価が40からスタート。おー、全然違います、ね、これはだから上げることによって、はい、最初のスタートが数値が上がるんで彼女に慣れるスピードも変わってくるんですよ。じゃあ早い段階で慣れるかもしれない。で練習効率も上がってくるんですよ、はい、このイベキャラは他の選手人もいるんで、これを他の人たちも上げていくと、はい、全ての練習の効率がアップしたりとか体力が下がるのが軽減されたりとかするんで、だからここのイベキャラを育てるのも大事なんですよ。大事。じゃあまずでも今回は、はい、の目標は、はい、早めに彼女を作ろうっていうことなんで、はい、そうですね、はい、ちょっと小筆ちゃんのレベルを5を上げたいですね。上げたいですね、はい、じゃあまずはこれですね。そうですね、それでそうですね、上がるっすね。素材ボックスでこれでこうやって4つあるんで、4ついっちゃいます。選択完了。あ、もう8まで上がりますよ。本当ですね。じゃあ10までちょっといけるかな。他もじゃあ銀で11、11、あ、うん、どうします。 10ぐらいでいっときます。まずで銅1つ減らします。あ、これでいいんじゃん。じゃあ10にしとく。はい、うん、じゃあ10でいっときましょう。強化、うん、強化よし。強化大成功。12、え、12までいった。なんか10ぐらい、まあ、これでいい、これでいっとくか、はい、このやつもあるしね。はい、そうですね、うん、これで、はい、じゃあ、 まあ他のキャラはレベル1からでいいですかね、うんうん、とりあえずはね。じゃあサクセススタートしましょう、うん、パワフル高校ですね、うん、さあ2回目ですからね。はい、ちょっと前回の反省を踏まえて、そうです、今回のノルマは、はい、最高の投手を作ることと、はい、彼女を早めに作る。作る、はい、はい、で名前、はい、入部届けですから。え、じゃあもうこれハーカーにしましょう。ハーカーですね。個性的なの作りたいな。個性的なのだとやっぱ左のアンダースローですか。あ、そうですねなかなかいないでしょ。いないですねハーカー左のアンダースローいきますいいっすねやってみますいきなりもう初心者で、うん、じゃあちょっと左利きになります。うん、じゃあ左投げ右打ちにしよう。左投げ右打ちのアンダースロー。いいですね。なかなかいないですね。なかなかいない。このぐらいにしとこうかな。うんうん、ジャンダースローを3にします。打撃フォーム。その高校生だから打撃の立つのか。立つんですね。振り子にしますね。じゃあ振り子。よし、これでいいですね。持ち込みアイテムってこれどうしましょうか。
あ、じゃあ招き猫、招き猫、招き猫いた、イベント発生率アップ。あ、いいですね。いいですね、いいですね。でこのカロリーバーが体力を回復すると2回まで使うことができる。うん、じゃあ持ってきましょうか。そうですね、じゃあこれでいいですか。そのままで、うん、さあセクション1スタート。ハーカー君、ハーカー君早く野球部に行くんやつ、ヤク君が留学生だよね、設定は、はい、顔は日本人ですけど。小筆ちゃんアップしてるからね、アップしてるからな、ちょっともう、うん、もう好きなんじゃない。さあよし、まあ練習じゃない、じゃあ練習しましょう、うん、あ、ピッチャーだからやっぱ変化球とか違いますね。うん、そうだね、球速、何、何、あ、でも高間さん、はい、忘れちゃいけない、はい、一番の目標は、はい、彼女を早めに作る、はい、だからコーデちゃんのいるところ。そこ、もうそこですか。うん、コーデちゃんはどこにいるかな。いないよ、いないね、コーデちゃん。まだいないんだね。いないですね。じゃあ、じゃあいっぱい人がいるところ、いっぱい人がいるところがいいんじゃない。てかまあ監督、守備、じゃあ守備ですね、まずは、いっぱいいるからね、はい、ピッチャーの守備大事ですからね、うん、そうですね、うん、ピッチャーだからね、先発入んないとね。いやそうですよ、うん、いやもう甲子園まで投げ抜くぐらいのエースになりたいですよ、うんうん、やっぱレギュラーもなりたいんで、うん、監督のアピールも忘れちゃダメですね。でまずは彼女です。あ、ほら、いたいた、まずもう佐藤さん今もう小筆ちゃんにしか興味がない。そうそう、六本まず、まずやっぱクリスマスをやっぱり迎えないとね。そうですね、うん、まあ、一人のクリスマス寂しいですからね。お、あら、一緒に帰りませんかって早いね、もう二人で帰ったの、うん、展開早い、うん、楽しいひとときも過ごしてるよ、うん、お、さあまだまだ体力ありますよ。監督と早川さんいるな。まだ小筆ちゃんアピールします。あ、いない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 から、じゃあ監督と早川さんのところにしようかな。そうだね、監督の評価も上げていかないといけない。あ、監督の人、え、なんでもないですって。じゃあ、呼んだんやんけ。あら、ま、そうか、名前覚えてもらってない、まだ。そうだ、うん、そうだった、まず覚えてもらわないといけないんだった、うん、やっぱ印象を上げて。そうですね、そう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 、そんな思い出した。そう、監督も頑張れみたいな。いや、本当ですよね。監督やる気出してほしいですよ。さあ、もうちょっと練習できますね。おっと、ちょっと危ないパターン。あ、怪我率33だ、うん、あ、危ない。28ぐらいだったら大丈夫。28ぐらいだったら大丈夫じゃないですか。あ、小筆ちゃん、小筆ちゃんいた。でも33ですよ、怪我いっちゃいます。もうこう、いや、ここ休んでおきましょう。休んでおきましょう。さて行って、1回目バッチし怪我したから、はい。そうしましょう。じゃあ練習、あ、スタミナのとこにこれがついてる。小筆ちゃんちゃん、あ、いるいる、これ小筆ちゃんもいるし、うん、早川さんのとこにスタタタタ、小筆ちゃんの評価早く上げてやるとクリスマス来ちゃうから。もうちょっと、早く。お、コツ教えてくれた、うん、緩急だって。コツをかなり掴んで、うん、緩急は必要だ、うん。あ、また一緒に行こう。なんかもう、いいね、飽きってきてるよ、小筆ちゃん。だいたい恋愛ってこう一緒に帰るところから始まりますからね、うん、まだまだ練習だ。練習ですね。小筆ちゃんいないな。いない。なんか人多いところにしましょうか。はい、じゃあ守備。ん、今日は微妙に違和感。モノマネしてくれって。ビデオ代わりにするから。すごい。あ、なんだぞって。逆にすごい。すごい。いや、モノマネも上手すぎる。さあ、もうちょっと練習いけますね。いた、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 いた。いました？うん。小筆ちゃん。スタ、うん。あ、いた、いた。じゃあ、スタミナで。小筆ちゃんの評価を一番気にするという。そうそうそう。休むことだって練習だ。そうやって今言い訳するのかい。
だから君は弱いままなんだって言われてます。これ里崎智也の時は猛練習したんですよね。そうなんですよ、はい、で僕はもうハーカーなんで、ハーカーなんで、うんうん、でもハーカー多分対抗しちゃいそうなんですよね、うん、じゃあ対抗ですかね。ハーカー対抗します。勝負。お、全然深夜まで続いた。おリリースのコツをつかんだ。良かったですね、うん、いいですね。体が重いでやんすどうしたの。ガンダーロームの再放送見ていたらあ、私と一緒だよ、深瀬しちゃうの。あ、ちょっと疲れ気味です。疲れてる。でもこのアイテムを使うこともできるんですよね。まだいいか。まだいいんですか。じゃあ休んじゃいますよ。パシャ。兄弟喧嘩？揉め事は？うん、兄弟の兄弟喧嘩ですね、うん、これじゃあ俺にはよくわからないで言ってみようかな。前回は説得したっすからね。説得しました、はいはい、説得してもやる気は出してくれたんですよね。そうだね、まあ、でもここはじゃあ関わらないということで、体力の最大値が8上がって体力が40下がって筋力ポイントは結構上がりましたね、うん、あ結構上がってるね。そうなんですよ。どうしよう。変化球についてる。本当はこれついてるんですけど、まだ監督に名前も覚えてもらってないんですよね。でも一番大事なのはね、小筆ちゃんだからね。もう小筆ちゃんにこだわるな。いる？いないですね。いないね。でもちょっといないね。いないですね。監督いました？いたよ。速球速のところに。あ、いたいたいた。どうしようかな。球速。でも変化球のところにびっくりマークついてる。そうなんですよ。これじゃあ。これじゃね。普通に従った方がいいですね。監督なんて結果出したら使うから。そんなの。でも名前も覚えてもらわないとちょっと始まらないじゃないですか。いやそんなんもう力で示そう。力で。うん。リリース。こっちを見てる人がいるんです。あれまさかまさかあれは、ま、女の子ススバル。そういうことか。女の子なわけないでしょ。女の子来るかもスバルか。すごいピッチャーだぞ。あれライバル確かにやばい、エース2人になっちゃう、うん、ライバル。これレギュラーに本当になれなかったら、うん、スバル君が投げて控えになっちゃいますよ。リリーフ、リリーフ。ライバルができたのにいきなり休み。休み。じゃあ体力回復します。そのパワフルだな。うん。実は精神的に追い詰められて投げられなかった時期がある。野球も諦めかけてた。へえ。全く想像つかないなって言っちゃいそうですけど、でも今後のこと考えたら回復の仕方も聞いといた方がいいですよね。うん、そうですね、うん、これどうやって回復したんだって聞いた方がプラスですよね、ハーカーにとっては、うん、まあまあそうだね、はい、聞いちゃいますよ、うん、お前のおかげだ。なんで以前お前の上に何かが落ちてきて、それでもう一緒に投げた。投げられることに気づいたって。すごいドラマティック。すごい。ロボを粉々にされてショック受けてたけどね。すごいエピソードがユニークだな。うん、練習ですか。あと2ターン、うん、いないの。小筆ちゃん、じゃあイカリ君ですかね。イカリ君で、うん、小筆ちゃんあんまりいないですね。いやそうなんですよ ね練習休みがちだね。うん、もうちょっとね、うん、出てほしいですけどね、うん、仲良くなれないなじゃんね、はい、全部似てくれないと、うんうん、もう10月3週だからね。あ、そうですね、うん、あ、僕はもう2年生になってるんだ、うん、もう2ヶ月だからね。
ここ来た、うん、この間練習させておくにしましたよね。そう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 。これハーカーは情に熱い男なんで、うん、付き合っちゃう、もう付き合っちゃいます、うん、で同じピッチャーだし、今日はそばと練習していくよ、うん、あいつを頼むぞ。キャッチャーを頼むよって言われた、うん、筋力とまた技術を、本気で投げてみてください、うん、本気ちょっと知りたいことがあってね。持ち点を20点で開示してみる、12点以上キープ上、あ、これ実技です。あ、実技ですか、はい、来たぞ。これ私野球指導で練習したぞ、うん、ストレートで、この丸いところを、はい、あで黄色のところに止める、取るんですね。あ、間違えた、早い、早かった、早かった、あ、でもストライクだ、うん、はい、遅ーい、あ、遅かった、難しいな、ストライク、えい、遅い、遅い、黄色に入ったぐらいで押さないといけないですよ、はい、タイミングって難しいな、えい、あ、そう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 、そうそうそう、分かってきた、よし今だ、そうそう、いいねいいね、タイミング分かってきた、あ、これ合わせてなかった、これ、そうそうそう、じゃあこれリードしないといけない、あ、間違えた間違えた、合わせて離したら多分もうスタートされるんですよ、スタートするんですね、インコース低め、押す、オッケー、よし、振った、よし、残りあと1ターンです、はい、練習です。もうちょっとコフレちゃんいっちゃいます、もちろん、コフレちゃんいない、いないね、監督行ってきます、うん、監督行こう、やっぱりね、アピール大事なんで、お、よし、セクションクリア、じゃあ、セクション2じゃあ行きましょう、もうそろそろもうそろそろ彼女になりたいですよね。はい。だってもう11月だから。ね。あ、始めたばっかですけど、だいぶ疲れてます、ね。ドリンクいっちゃう？ん？ドリンク。あ、いっちゃいましょうか。うん。もう休んでる場合じゃないでしょ。そうですね。じゃあこれいっちゃいましょう。ドリンクじゃないよ。カロリーバー。カロリーバー。はい。じゃあ練習しましょう。コフレちゃんいるのか、大体。コフレちゃん。いた！コフレちゃんしかいないけどね。うん。まあ。まあ、コフレちゃん。もうクリスマス来ちゃうから、あと。はい。もう1ヶ月半だから。そうですね。うん、お、来た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 、なかなか練習公演からな、マジで、はい、また話しながら帰る、11月4週、うん、さあ、うん、コフレちゃんはいた、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 コフレちゃんしかいない、うんうんうん、やることめっちゃやってるけど、まだなの、コフレちゃんは、コフレちゃん、おー、今日も帰るよ、もういつも一緒に帰りませんかって言って発展しないな、うん、やっぱり呼ばれなきゃいけないんちゃう、そうですね、手紙で、さあ、あら、もうちょっとコフレちゃんいないの、ちょっと危ない、もう12月2週目だ、コフレちゃん、コフレちゃん、おい、痛い痛い痛い、もうそこそこそこ、コフレちゃんはあんまりピッチャーより野手の方が好きとか、そういうのないんですかね、おいでいたいたいた、急速アップ、よし、もう最後のチャンスか、いや、もう3週目なんですよ、ね、じゃないですか、いや、クリスマス当日になんかあるかもしれない、当日に、まだ、これいつもと同じパターンだよ、うん、からの、からの、今日クリスマス、あ、来ちゃった、どうなの、彼女できてない、どうなの、何の予定もない、買ってくよ、ケーキまたないですよ、またできなかった、彼女ハーカー全然やな、ちょっとハーカーこんなアピールしてんのに、ちょっとコフレちゃんもちょっとガード硬くないですかできなかった、だって
ね、正月初詣、初詣、そうか、うん、だって里崎くんは一緒に帰ったりもしてないじゃないですか、うん、そう年末年始ですからね、はい、年末年始休みましょう、そうしましょう、あ、正月だよ、まあ、これ初詣行きますよ、うんうんうん、ねえ、また矢部くん、矢部くんです、おいでやんすって言ってました矢部くんか、じゃあどうします、ここ今日もモテモテに行くしかないんですか、もう一回モテモテで行きますか、そうだ、健康、いや、もう野球、もうモグレちゃんアピールしても全然モテモテできないから、野球ちゃん、野球が上手くなりたいにしちゃう、野球上手くなったような気がする、うん、おみくじ何かな、そうこれだ、ペラ、どれどれ、なんだ、中吉、中吉だ、なかなか彼女の壁は、ね、高いです ね, ね、バレンタインまでにはね、はい、いないの、フルちゃん練習休みがちだね、休みがちですね真面目なのにな、フルちゃん練習、イカリ君とめっちゃ仲良くなってきてるよ、はい、じゃあもう仲良くなっちゃいます、うんうん、イカリ君と、さあ練習フルちゃん、あ、イカリ君光ってるってことは、あのスペシャルな練習になるんでしたっけ、うんうん、じゃあ、ちょっと待って、小筆ちゃん、あ、いるな、いや、もうちょっと練習しよう、ここは、うん、もう小筆ちゃん諦めるんですかいや、諦めないけど、ちょっとこの本スペシャルタッグトレーニングは重要ですもんね、うん、これ誰かな、遊ぶとかでいいのか、いつも仲良くなってたら、そうですね、ちょっと一回押してみてもらっていいですか、いや、一人ですねじゃあ遊ばないでもだいぶ疲れてますよ、能力アップ能力ちょっと上げておきます、上げておきましょう、じゃあ休みますね、さあ残り一旦もう練習しかないですね、練習しかないですね、小筆ちゃんちょっと硬かったな、小筆ちゃんね練習休みがちなんだよね、もう休息行くしかないんだよ、光ってるもん、そうですね、うん、もう猪狩君と、もう猪狩君と頑張るしかないですね、ビジュアルタグトレーニングシャドーピッチングパワースポ、春の甲子園特集、ヒーマンたち読んじゃうな、うわ読んじゃうね、読んじゃうよ、ちょっとしたら乗ってるかも虹谷誠インタビュー、涙の変化球、うん、なんか膝っぽい、さすがに乗ってないもんな、体力下がったセクションクリア。うわ、彼女はちょっとまだできなかったですね。彼女レベル高いですね。高い。バレンタインまでに作りましょう。はい、そうですね。はい、多分次来ますもんね。うん、さあということで、はい、セクション中が終わりましたけど、あんなに頑張ったのに彼女ができない。そう。あとね、一つ分かったのが、はい、小筆ちゃん、はい、練習休みがち。本当にそう。最初気にしてなかったんで分かんなかったけど。休むいないっすよね、はい、いやでも小筆ちゃんいつも自分から一緒に帰ろうって言ってくるじゃないですか、うんうん、でも 4,5 回一緒に帰ってますよ、うん、何の発展もないんですよ、話あるって言って、はい、何の話してるんですか、本当ですよね真面目だから練習の話とかしてるんですよね、うん、でもまあやっぱバレンタインセクション3で、はい、うん、バレンタインは来るっしょ、はい、あれ里崎くんはバレンタイン何もなかったんですよね、ない、うん、もうハーカーはじゃあもうここで手に入れるしかないです、ね、うん、バレンタイン来なかったら、はい、一緒になっちゃうからね、そうですねそこで差をつけたい、まあ、でもちょっとまだ監督にもアピールあんまできてないんで、そうですね、やることたくさんありますね、うん、一番アピールできてるのはイカリ君、はい、一番仲いい、仲いい逆に、いやちょっと 3,4 もまたちょっと頑張りどころですね、そうですね、次週は彼女ができるかどうか、はい、ご期待ください、バレンタイン一緒に過ごしたいですね、はい